わーあの、お、あ、やっちゃう、おやっちゃう、わ、わ、さ、あ、あ、わ、好き好き悪魔ギャルやこれは医療だな、人体を感じますね、これは。やっていきます。意外とうまくないか。今配信画面どうなってますか。おっとやばいな。ということで今回は膝枕カフェにやってまいりました。今回、お邪魔させていただこうと思っております。今回ちょっとね、で僕も疲れが溜まりまして癒しが欲しいなと思いまして、ということで、お邪魔をしたいと思います。エンターです。こ。こんばんは。はい。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。この度は、膝枕イベント、夢枕にお越しいただき、誠にありがとうございます。私を含めた4名のキャストが、個室にて、順番に、皆様にお願いいたします。個室にご案内後は、キャストとお客様と二人きりの空間で、夢の時間をお過ごしください。それでは、スフィアさん、4番の部屋にお客様のご案内をお願いいたします。はぁ、あ。あ。それでは、ピリー様、こちらへどうぞ。はい。ご案内します。はい、ます。ピリーさん。ピリーさん、あぁ、それは、はい。じゃあ、ピリーさん。案内しますので、ついてきてください。はあ、はあ。右手の階段からご案内いたします。はあ。はい、はい、はあ、はい。それでは、お部屋までご案内いたしますので、はい。私についてきてください。はい。こいつ、こいつなんですね。こちらの一番のお部屋でお待ちください。わ、わ、はい、うえ、あ、はい、改めまして、はじめまして、あ、はじめまして、本日第一ローテーションを担当いたします、うん、フィクションと申します、はい、フィクションさん、こういうところ来るの初めてなんですけれど、流れだったらもうお任せするので、はい、よろしくお願いします。はい、ゾンビさんは今、はい、お部屋の中で、ね、横になれる場所とかスペースとかって、はい、用意してきてくださいましたか。はいはい、ここ横になれます。僕ちょっと待ってもらっていいですか。うわ、はい、これ始めるって何を、わっ、うわっ、すごい、失礼いたします。すごい、怖いわ。触っても大丈夫ですか。いやいや、触るの、や、はい、触るんですか俺に。触ります。どこに触る、ああ、ちょっと待って、どこに、ちょっとゆっくりしてください、ゆっくり、ゆっくりしてくださいよ、ゆっくりしてくださいよ。はい、行きますよ、ゆっくり、はい、うわすごい、あ、うん、うわそうですよね、今僕こう思ってます、今まさにこう、うっはっ、ちょっと待ってください、心臓の音が聞こえるんですけど。また近くで聞いてみますか。うわっ、聞こえる聞こえる、心臓の、あー、すごい、すごいですね、これは、これは医療だな、人体を感じますね、これは。どうですか、膝枕とか、はい、されることってありますか。普段ないですよ、な、全然ないです、全くないです。今日はゆっくり癒されていってくださいね。わかりました。これなんかいいですね、こんな、こんな、なんか包み込まれること普段ないんで僕。ああ、これ今育児を学んでるんですよね、私は今育児ですよね。うん、育児かもしれないし、
まあ、赤ちゃんになる方法を学んでるかもしれませんね。そうですよね。はい。ここにはどんなお客さんが来るんですか？よく現実に疲れたお客様が癒しを求めてやってきますね。ああ、そうなんですね。僕今回 DM をさせていただいて、特別に抽選なしで通してもらえたんですけど、抽選っていつもどれぐらいの倍率なんですかね？そうですね、はい、今日この回だと 12.5 倍でした、はい、12.5倍、やば。なんかお忍びで著名人の方とか来るんですかね？ここは僕配信外でも来ようかなと思って、ちょっとそのセキュリティ面とかその周りに情報出ないかなってのが心配で。大丈夫ですよ。じゃあ今度、はい、サブアカウント作ってこっそり教えてくださいね。わかりました。てかこのアカウントできます？このアカウントできちゃって大丈夫ですか？はい、あー、これ初めこのサービスはどれぐらいなんですか？うん、1ヶ月経ってないぐらいですね。あ、そうなんですね、はい、始まったばっかりなんですね。でもこの盛況ぶり、大盛況。皆さんお疲れのようですね。おそらくそうですね、疲れた方がたくさんいらっしゃるんですよ。これ毎週いつ何曜日やって、日曜日オンリーなんです。あー、そう、ちっこいね。はい、毎週日曜日の20時55分から22時まで営業しております。あー、ありがとうございます、はい、今日はちょっと多忙だったもんね。どうしてもここに来たいなーと思って。おー、そんな、すごいですね。よく頑張りましたね、今日一日。ありがとうございます。これ以外、なんかこれ以外にも仰向け以外にもできることってあるんですか？一応横向きになることもできます。横向き、なので私の方を向いていただいてこっちを向きながら膝枕っていうのも可能であります。一回ピックアップして動かなければいけないんですけど、ちょっとね時間がかかっちゃうので、可能まで言いましょうか。そろそろね、ローテーションの時間も。もう今何分経ちましたか？僕1分しか経ってないと思ってて。10分ぐらいはもう経ったんじゃないでしょうか。10分ですか。あ、近い。あ、かわいい。あ、それかわいい。あ、その、その表情かわいい。それかわいいです。かわいい。ちょっと、ありがとうございます。何の音ですか？ローテーションの時間なので、はい、写真を撮りましょう。はい。今日プライベートできてるんで、はい、こんな姿人に見られたくなくて今。もう癒しだけを求めて今自分がどうなっちゃってるかわかんないんで。でも今、全世界に配信されてますよ。大丈夫ですか？配信してるんですか？僕、もうわかんねえな。配信してるんですか？僕は。配信してますね。それでは写真撮りますよ。あ、心臓の音が。いい子いい子。あ、いや、いい子。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。わー、すごい。鼻の底、鼻の底、チョリチョリ。あ、そこ、あーい。はい、そこです、そこです。あ、ちょりちょり。はい。はい。私はこれで一旦失礼します。ストーンさんはその格好のままでしばらくお待ちください。はい、ちょりちょり。ありがとうございます。ちょりちょり。っていうね、これはあれだからね、こんなことになっちゃってるけど、これは一応、まあ、育児というか、あやすということがどれだけ難しいかっていうのを発信したくてやってるわけで。医療も含まってるよね。その心音、人と人とが密接にこう関わった時に心拍数っていうのは人はどんぐらい上がるのかっていうのがすごい大切じゃん。人間生きててさ、緊張するっていうシーンがすごい大切になってくるからさ、医療と育児だから今後生かされると思うんだよね。これって大変そうでしょ？こんなわがまましか言わないバブちゃんをさ、ああやってあやすわけよ。ちょ、早く来ないかな。きしょくない。いや、きしょくない。ちょっと待って。はい、臭くないですよ。はい、ルフィアと申します。あ、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。すみません。じゃあ私のテーマの和風に変えさせていただきますね。あ、どこが和風になるんですか？
わあ。大丈夫ですか？全然なんでもないです。あ、かわいい。あ、この花、その花のやつ好きです。その花、しょりしょりってやつ、こしょりしょりってやつ好き。ああ。あ、こういうやつ。はい、はい、です。それ好きです。あ、すごいです。よしよし。いつもお疲れ様です。はい、すごく疲れてて。すごい、こんな経験することなかなかなくてですね、女の子に膝枕、ああ、はい、そう、ワンちゃんワンちゃんになりたいなと思って、ワンちゃんの格好で行きたいなと思って、なでなでしてほしいなと思ってちょっと上向いてこの景色が見ていただけるならば、ああ、そうですよね、もうそのお腹を見せるっていうのが服従してるってことですからね、ワンちゃんは。そう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 、服従のポーズで、そうですね、服従のポーズ、ああいいな、それいいな、復讐のポーズ。今、でも、今、これって、ある意味復讐してることですよね。今、これ復讐なんですよね、じゃあ。いや、そうかもわかんないですね。そうですよね。今、僕は復讐してると思います。あ、近い。復讐していただけますか？うん、もう、あの、早速、入ってきたとき、匂い散って、甘い匂いが。もう、そのときからもう負けます。負けちゃってもいいんですよ。そうですよ。あ、それ、な、あの、あの、かく、あの、お、あやちゃん、おやちゃん、あの、あれですね、やえばなんですね。そうですね。うん。ちゃにってしますね。はい。はい。あー、すごい！あー、いやー、やえばすごいですね。あ、お、ん？あれ、違うか。ボア、うん、あーちょっとやめてください、痛い、それ俺は本当本気だと思っちゃうんで、そういうの本気だと思っちゃうんで本気にしてもいいんですよ、はい、あこれあの裏で今声聞こえてないと思うんですけど、あの連絡先、あの、なんだろう、彼氏っています、彼氏っていますか、あ、ちょっと交換しようかなって大丈夫ですよ、いいんですか、はい、連絡先ちょっと交換してください。素晴らしい。衣装とかなんか日によってはガチかい、はあ、日によっては変わったりしないんですか、お客さんの要望に沿って衣装を変えたりしますね。はテーマが複数ありまして、それによってネグリジェになったり、制服になったり、チャイナになったり。チャイナ好きですけどね、僕。チャイナ？じゃあ、チャイナにしましょうか？はい。いいのかな？はい。わっ！どうですか？チャイナ好きです。それじゃ、時間が来てしまったようなので。一緒にお写真撮りましょうか。あ、お願いしていいですか。あ、ほんの処理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 、はい、処理処理、これで交代になりますけど、はい、あと2名キャストが参りますので、まだ2名もいるんですね。最後までごゆっくりとお楽しみください。はい、ありがとうございました。すごくいい時間でした。ありがとうございました。近い、近い、はい、そういう気持ち来てないの。お前らに育児と医療を見したくてね来てんのに、これでなんかスタンミ気持ち悪いとか言われるのが厳しい。俺はまだかな。失礼します。あ、来た、はいはい、3人目お相手させていただきます。あ、シャンディローズって言います。シャンディローズさん、名前も可愛い。シャンディローズ可愛いですね。うん、ありがとうございます。じゃあ早速、はい、うん、なんか最初個室っていうことに驚いてましたよね。そのなんだろうな個室だと思ってなくて、うん、全然すっげータイプです、うん、一応待ってそうですか。もうすっごいタイプ、そのわあ、釣り目な感じとか、うん、が好きです。
あ、笑った時のその普段釣り目でシュッとしてるのに、うん、笑った時クシャッとなる感じのギャップ好きです。面白い人です。あ、撫でる、あ、撫でる、そこで撫でるんだ。そのタイミング撫でるのにずるいな、ずるいな。ありがとうございます。シャンディーローズさんですよね。うん、なんて呼ばれることが多いですか。下の方のローズちゃんとか、はい、あ、でもその呼ぶ人いるんだったら俺オリジナルのがいいです。うん、俺オリジナルがいいです。ちょっとどうしようかな。じゃあチロちゃん、チロちゃんでいいですか。俺しか呼ばないですよね、うん、チロちゃんって。さすがに言われないですね。そうですよね。じゃあ俺チロちゃんと呼びますね。うん、いいんですけど、うん、なんかチロちゃんって言われて、うん、あ、私かってなるのにちょっとかかるかもです。うん、そういうもんですよ。はい、お、近い。その目つぶって近づいてくると普通にもう勘違いしちゃうんでやめてもらっていいですか。すいません。わかりました。すいません。面白い。チロちゃんの、チロちゃんめっちゃ人気ありそうですね。あ、そのタイミングでチロシ、はい、どうでしょうね。すっげえ、てかマジすっごいな。羊さんなんですか、チロちゃんって。今気づいた。どっちかというと悪魔っぽい感じよ。あー、羊じゃなくて悪魔か。なんの、どういう悪魔さんなんですかね。やっぱいたずらしちゃうとか。いたずらは好きですね。いたずら好きですか。いたずらちょっと、じゃあこっち一回、こっち、なんだろう、いたずら俺も好きです。いたずらされたり、おー、いたずら好きです。いたずら好きです。はい、好きなんだ。はい、スタミさんの配信見返して、はい、今リアルのやつどっかに映ってると思うので、はい、後でゆっくり、あ、こんな格好しながらあの時こう言ってたんだって、はい、眺めておきますね。わかりました。今俺もう自分がどんなになっちゃってるのかわかんなくて。そっか、俺今、これ今、俺の姿ってそういえば映ってんのか、味忘れてたわ。そっか、やべえ。チロちゃんも衣装何パターンかあるんですか。あ、チロちゃん。あ、チロちゃん。こっちだよ、こっちだよ。わ、わ、わ、あ、わ、好き好き、悪魔ギャルや。わ、いやー、一番好き。すーげー、うわー、はっ、あ、あ、あ、なんですか。やだ、はい、やだ、なんですか。残念ながら、いや、やだ、やだ、チロちゃん、やだ、チロちゃん、チロちゃん、お時間になっちゃったって。あ、もう大丈夫、もう大丈夫よね、まだいるよね。ちょちょ、まだいるよね。アフターっていうのがあって、うん、イベント終わった後に、うん、自由に交流できるところを建てるんですよ。うんうん、そこに来ていただければ、私もいるので。あ、はい、行きます。はい、じゃあ写真撮りましょうか。あ、写真撮る。写真撮る。おい。こっち向いて。え、どっち向いて、こっちかな。こっち、こっち。あ、こっちか、こっちだ。うわ、じゃあ、チロちゃんでこっち見てって言われたから、チロちゃんの方見ちゃったよー。チロちゃんの間違えた、間違えた。でも、次のローテの人が来るので、はい。そのままの体勢で、ちょっとだけ待っててくださいね。はい、わかりました。待ってます。はーい。失礼いたします。はい、来た。あ、はい、はじめまして、本日担当いたしますルグリアです。よろしくお願いします。ルグリアさん、ありがとうございます。わ、
ば。この辺でどうでしょう。服などの貫通はございませんか。そこを動かさないように。はい、了解です。そこだと思ってます。そこだと、そこが、そこだと思ってまーす。はい。これ、これ、最後、これ最後なの、ちょっと、あれですね。悲しいですね。もう、俺、ここに来てもう30分経つってことですか？ 30 分というか、なんならもう45分くらい経ってます。え？マジですか？あ、ちょっと細かい話をいたします。ハンドトラッキングというものがございまして、このように指が動くんですよね。はい。うわぁ、すげぇ！うわぁ、すげぇな、マジで。まだちょっと使うのが難しくて練習できてないんですけれど。これ、ハンドトラッキング入れて何するんですか？はい。個人的な話になりますと、介護の仕事を10年ほどやらせていただいたんですけれど、はい、その際に手には表情があるっていう風に学びまして、こういった人に触れるときに、やっぱり手の形によって、印象がかなり変わったりするので、そうですね、そのしなやかさだったり、はい、怒りだったりも手に出ますよね。はい、今回ちょっと、はい、介護とかの取材でここに来てるんで、一番最後にふさわしい方に来ていただきました。 ありがとうございます。やましい気持ちとか全くなくて。ちなみに話は変わるんですが、はい、スタンミさんはASMR などお聞きになられますか、普段？ ASMR 普段全然その踏み込んでなくて。実はですね、本日耳かきのギミックっていうのを入れてきまして、ご興味があれば体験していただければなと思ったんですけれど、いかがいたしましょう。 あります。では早速始めさせていただきます。はい、右耳から失礼しますね。あ、 右ですか。はい、右。はい、大丈夫ですよ。仰向けで大丈夫ですよ。はい、今上のままで。はい、はい、では右耳から失礼いたします。はい、はぁはぁ、ちょうどいいですか。もう少し優しめでお願いしていいですか。これは、そうですね。介護、耳かきもあれですもんね。ご老人の方々は一人でできなかったりしますもんね。逆耳もよろしくお願いしてよろしくて。はい、大丈夫でございまーす。はい、お願いします。おー、スワワヤとかマジやべえな。これはじゃあ僕、おー、手、おー、美しい。蝶々みたいな。今日、それは ASMR をやったのは、僕が今日は初めてってことですか？こちらのイベントでは初めてですね。ありがたい。ありがたい、それは。蝶々。あー、すごいな。そこ、かゆいとこ来てます。そこですね。そこもうちょっと、はい、ありがとうございます。すごくいい。はい、ありがとうございます。こういったASMR の耳かきの音ですとか、はい、シャンプーの音ですとか、はい、そういったイベントはVR チャットにもいくつかございますので、はいはい、そういったイベントに行く予定です。すっごく行く予定です、はい、それぜひ行ってみてください。わかりました、ありがとうございます。はい、ではお時間になってしまいましたので、写真撮影の方よろしいでしょうか。なってないと思いますよ。いや、不思議ですね。全然なんか聞こえなかったよ。はい、撮れました。ありがとうございます。ありがとうございます。5人目って、5人目、待ってますね。5人目はいないんですよ。ごめんなさいね。あ、大満足しました。はい、申し訳ありません。でも楽しんでいただきありがとうございます。非常に楽しめました。ほい。
かりました。こちらにカメラの設置をお願いします。コッピーさんさっきよりいい表情してますね。あ、もう最高でしたよ、はい、最高でしたよね。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。これにて夢枕のありがとうございました。失礼しました。はい、これで夢枕の営業は終了といたします。本日を撮影いたしましたお写真は VRC 夢枕のタグをつけて SNS 等で発信していただけますと幸いでございます。また皆様と会える日をキャスト一同楽しみにしております。はい、急遽ですけれどもちょっと取材配信をさせていただきました。日本の介護と医療に迫るということでこのような実態が、現実的にあって、まあ、日本の課題なのかなと、思っております。なんだろうな、やっぱりそのわがままなところっていうのがさあって、それをどうあやすかっていうのは技術もいることなんだけど、母親っていうのはどうしても技術がなくてもなってしまうものなんですよね。誰もがやっぱり通るものなので、そうですね、やっぱり考えないといけないですね今後。やっぱ介護医療という分野においてはやっぱ VR チャットはすごく学べる新しい場所なのかなと思って今回急遽配信を開かせていただきました。少子高齢化進んでいる中でね、そういうのがまあ僕一人の手では負えないとは思うんですけど、少しでもね日本の支えになればなと思っています。まあ、僕まだ取材が足りてないんで、配信会でもね、取材しようかなと、まあ今のところは。はい、というわけで、はい、今日のスタミジャパンの配信でした。急遽でありましたけれども伝わるところが伝わってくれたら嬉しいです。はい、ということでありがとうございました皆さん。